シュー、あ、はい、どうしました？明日希望する天気教えて。あ、まずは自己紹介から。はい、皆さん、はじめまして。あの、今月11月からとこちら FM 読谷の方で参りました、東原シューと申します。よろしくお願いします。明日の天気はズバリ晴れがいいですね。なんでですか？僕は普段、まあ、専門学校に通いながらあのこっちにも来てるんですけど、特に専門学校に通う時自転車でいつも通ってるんですよ。やっぱ雨の日だと自転車使えないので、まあ、僕はできれば自転車で学校行きたいなと思って、まあ、できれば晴れの日が僕は助かります。最後に一言。もし僕は学校を卒業しましたら、こちら FM 読谷の方で働くことになると思いますので、皆さん僕を見かけたらぜひお声をかけてくれたら嬉しいです。はい、ありがとうございます。仕事に戻れ。